皆さんこんにちは、そよためのそよです。私は今韓国のソウルの、ホテルにいるわけなんですけれども、本日この後金浦空港に向かってチェジュ航空でチェジュ島に行きます。がしかし現在このね土砂降りなんですよ。本当にすごくて、昨日からどうやらソウル梅雨前線がね今ちょうど通過中らしくて、で飛行機も遅れるかもしれないからごめんねアポロジェイズみたいなメールが昨日来てまして、みたいな。だけど今見てる限り全部遅延してるんですよ、チェジュ航空のソウル金浦から、チェジュまでのね飛行機が。で我々も、そろそろもう出て行かなきゃいけないんですけど、ちょっと心配だね。だけど乗り遅れることの方がもっと怖いので予定通り行こうと思います。ちなみにここのホテルクックドゥからヨリチロサンガの駅が2番線と5番線が通ってるんですけど、その5番線でヒャンと45分1本で行くことができます。便利ですね。ソウルからのアレックス、エーレックスの高い電車乗らなくても1本で着いちゃう。それでは行きましょう。ああ不安。ウルチロサンガ駅の地下鉄はね、なんと5番線4、地下4階ぐらいにあるので、めっちゃ時間かかる。3、4分ぐらいホームに着くのに時間かかるので、お気をつけ遊ばせ。だけど1本乗り過ごしたの、5分に1本、5、6分に1本ぐらい、5、6分に1本ぐらい来てるんで、大丈夫だと思います。よし。国内線。1280ウォンで、さっきここから1時間、電車自体は45分ぐらいで来ることができました。飛行機が50分も遅延してて、どうなることやらって感じですけど、とりあえず出口一つで国内線と国際線で右か左かで分かれてるので、私らは国内線に行きます。チェックイン2回意外と上に上がるから時間かかる。ここまで来るのに電車降りて10分ぐらいです。私たちはオンラインチェックインみたいな、もうボーディングパスをネットでゲットして、iPhone のウォレットに入れてあるので、普通に保安検査に向かうだけで大丈夫で、ゲート11、えいえいえい、あすごい、ジェジュすぐやん。こんな感じでね、もうゲットしてるんですよ。3階が出発エリアなのね。了解。中にお店あるでしょ、コンビニもあるでしょ。よし、じゃあディレイしてるかもしれないけど行ってみましょう。ここだね。じゃあバイバイ。こんな感じで国内線すごい綺麗だよってことでね、まだディレイがね入ってないんですよ。12時15分発のジェジュがさ、ファイナルコールだからまだ飛んでないんだね。よし、ご飯食べましょう。こんな感じでめっちゃ分かりやすいです。あっちからトトトトトって歩いてきて、ここにねお水入れるところがありました。ありがたいね。ここをねキュッと押します。カップ持ってなくてもここに。제주의항공기에탑승이곧마감될예정이오니2시20분출발예정이던8947편제주의항공기에탑조윤희분이정대윤분이어디서어디나가는나요이っぱいある見たことないものがたくさんって感じで、サンドイッチとかも普通に美味しそう。ビラでシャーロットが、ね、飛行機めっちゃ見える。カフェに来ました。もうねディレイしてるからランチ諦め。行きます。あ、おいしい、おいしい。プルコギがねどっさり入ったサンドイッチがあって、それ気になりすぎる。あー美味しそう。卵も入ってるよ、すごいよ。お肉だけじゃなくて卵にあとお野菜とお肉がもうたっぷり。いただきます。おいしい。辛い。あらら、そういう運命なのよ。おいしい。
しっかりキムチ入ってて、うん、私珍しくさ今日ラテじゃなくてカッチーノ頼んだんだけど、シナモンも入ってて美味しい、うん、ホテルのコーヒー何で飲めなかったんだろうね、飲みきれなかったもん私、うんうん、パンが美味しいこれ、うん、ね、飛行機見ながらゆっくり食べます。チェジュ航空はあの日本にもね直行便飛んでたりとか、うん、LCC なのかな、 LCC な予感もするけど楽しみ、中とかもどんなんなんでしょうね。まあ、35分だからまあまあまあよかったよかった。ちなみにね10キロまで大丈夫で、私の荷物はね6キロぐらいでございます。今日はね今日はねとか言って、あ、コリアンエアーの制服かわいいよね、なんか綺麗だね。あ、チェジュ航空さっき見えてた、あそこでご飯食べてたよかったね、でも土砂降りだけど飛ばしてくれて、結構欠航になるのが怖くてハラハラしてたんですけど、何より3列3列もういこんな感じ、足元はねまあ狭いか広いかで言うと広くはない、でもまあまあまあって感じですかね。ボーイング737-800、ボーイング737-800の機材です、うん、エアカフェとかいう風に書いてあるので、おそらく機内販売、あ、ドンキだ、機内販売がいっぱいある感じですね。ってことはどうなんだろうね、機内のサービスみたいのはないかもしれない。こちらのショッピングガイド、免税品みたいな本とかあったりする、めっちゃめっちゃ免税品頑張ってる機内紙はないみたいです。さあよろしくお願いします。ちなみに周りはねほとんど韓国人ですね。バイバイソウル、現在2時、うんうんうん、50分のディレイかな。まあまあまあ、こんな土砂降りの雨の中キャンセルにならなかっただけでも本当にありがたいでございます。よかった。フライト自体は70分ぐらいの本当短いフライトなんで、あっという間に着いてしまうと思うんですけど、豪雨のフライト無事に乗れたからエンジョイしていこうと思います。ジェジュエアーがいっぱい、あ、コリアンエアーが飛びましたなんか当たり前なんだけど本当に国内線ターミナルの方なので韓国のね飛行機ばっかり、国際線の方になるとね JAL とかそういったおなじみの飛行機たちも飛んでるとは思うんですけど、まあそんな感じですごいな、なかなかないですよねこんなに土砂降りな中、横殴りの雨でしたあ、すごいすごいすごい、立っていくのが見える、楽しい、いけ、あ、すごい、出発しそう、お、来た、アメちゃん食べるの忘れた、なかなかのところが
に近くて超いい感じです。あ、もう海もすぐだ。あっという間でしたけど、天気の移り変わりがなかなかないですね。いやー、でも雨降ってないだけで本当にありがたいよ。楽しみー、ちょっと今日のホテルもね、すごいいいとこ撮ったんで楽しみです。見えてきました、チェジュ島。あれだよね、きっとね、すごい本当に本当に小さな島なので、チェジュ島はさ、なんか韓国のハワイって称されるぐらいめちゃくちゃ海が綺麗らしいんですよ。見えるかな、こんな感じです。全貌がお空から見えちゃうぐらい、全然なんかめっちゃ大きいっていう、土地というか島って感じですね。それこそ石垣島とかのさ、小浜島とか竹富島とか、そんなレベルでは全くないですけど、なんか韓国ドラマがね、好きな友達とかに聞くと本当に大体ここ出てくるって言ってたんで、そうなんだと思ってちょこっとだけ見たんですけど、確かに出てきてた。あとなんかそのロケ地のお店とかがなんか繁盛するみたいな、まあ、なんかそんなパターンも多いそうですよ。楽しみですね、本当に。めっちゃ揺れますよ。ビビるぐらい。しかもすごい、思ったよりめっちゃビル。ほらほらほら、わあ、あ、やばいやばい。ジェットコースターみたいなスリルを味わえる。びっくりするぐらい。すごいじゃん。めっちゃ揺れるやん。あ、でも無事に、着陸しそう。あー怖い。え、すごい近い、なんか町と近い。おお、時期到着。あと着いた。あとシクル打ってくれ、頼むわ、よろしく。あいあいあい、あー着いた。あ、よいしょ。うー、あー、よかったよかった。かなりハードモードなフライトで、うおーすごいぞ。拍手してる、やばいじゃん。そんなレベルなの。でも晴れてるからよかったー。なんか後ろにね、南米系のねツアー客がいるんですよ。すごい陽気。飛行機で拍手とかもなんか昔の映画でしか見たことないじゃん。でも無事に着きましたよ。先週約1時間ぐらい遅れですけど、無事に着陸できて何より。あ、よかったー、無事に着きました。よかったです。快晴どころかもうすごいよ、ピカピカ、やったー。リゾート地で土砂降りなんて切ないですからね、ほんとよかったよ。あー、ほっとしましたね。置き止めです、まさかの。ちょうど今タラップはくっつけられてるのかな。へー、チェジュ空港置き止めするほど大きいのか、それともタラップでつながってるとこがまず足りないのかわかんないですけど。へー、なんか機内音楽が優雅。行きん時多分流れてなかったよ、もう人間詰め込むのに必死だったんだと思う。入れクソみたいな感じだったんだと思うんだけど、ほら、バイオリンの音色が美しい機内音楽、いいね。すごーい、めっちゃ暑い、めっちゃいい天気、最高です。おー、いいね。すごい、スポーツコレクションがたくさん。ティーベイに、ジェジュエアーに、ジンエアーに、コリアンエアー、すごい、韓国パラダイス。ハングルだらけだ。国内線到着。おお、南国感がありますよ。着いた。行けしゅー。おお。南国だね、あったかいね。やったぜ、バス600。やった。
た。雨降ってないだけでもう本当に嬉しい。あった、右ゲート5、この600番に乗ります。あれゲート5だよね。あっちか。おー、さよ旅初チェジュー、イエーイ。これです、エアポートリムジン。6時から9時40分から10時40分ぐらい。あ、いや20分に1本だ。よし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 。でこれだよね、2番に行きたい。ここは無理だ。1300ウォンでした。で多分10分ぐらいで着いちゃう。30分とかに着いて3時37分です。あっという間、ピピピューって。あの空港自体は全然あの広くないので、荷物ピッキングは私はなければさっさと出れます。で5番のゲートの前、ここね、わかるかな、ゲート5の前から乗れます。現在3時40分です。ちょうど発車しました。20分に1本だから、3時20分、3時40分みたいな、そんな感じのくくりなんじゃないって個人的に思いますけどね。よし、じゃあ地図始めて、楽しみ。もうあっという間にもう街です。あそこのボタンを押します。着きました。これで乗ってきたよ。さあ、ロッテシティホテルを探せ。おお、なんか、うん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 。今日ね、あの泊まるのは、ロッテシティホテル、あのロッテがやっているシティホテルの方です。もう一つね、あのロッテホテルチェジュっていうのが海側の方にあるんだけど、空港から2時間ぐらい、ちょっと遠めなところなんですよ。シシシシ、楽しみ。ロッテホテル。なんか韓国といえばみたいな感じですもんね。なんとかチェジュ島に着くことができました。この後のビデオではホテルのレビューだけではなく、さよ旅なんと初めて韓国語を喋ってみます。今回のビデオ面白かったよって思ってくださった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。次のビデオでもまたお会いしましょう。バイバーイ。